今、お風呂を作ってるので待ってます。また勇気来てくれてありがとう。下北沢で最近見かけました。嘘？最近？行ってないんだけど下北沢。ちょっと待って。あ、やばい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 。危な。もう風邪はしょうがない。下北沢行った時、道長のサイン見つけたよ、そういえば。あ、ヌードが優勝、イエーイ。今日2人どうなった？今日は戻った。戻りたくなかった。戻したくなかったのに、ね、戻ってしまった。楽しみに待っててください、 YouTube。 でも今日も握手会とかで「どうくんの YouTube 見てます」って言ってくれてる子が多くて、編集してくれる
一人でとかいるの？ん？あ、そう、だから僕だけじゃなくてちゃんとカメラも撮ってくれる。人が全部こうやってもらうってわけじゃなくて、まあ、自分でもちゃんと自分で撮ったりとかもするし、編集とかもこれからやろうと思ってて、で、全部、なんていうのかな。だったんだけど、あのさすがにちょっとやばいかなと思って、着てないとちょっとエッチすぎてやばいと思ってやめた。男性その体勢で20顎ならないのすごい。なるくない？なるのかな、わかんない。ほら、めっちゃ引かないとならないかも。かっこいい。どうした？よいしょ。よいしょ。はい、よいしょ、よいしょ。リンパマッサージの流し方とか教えてほしい。ちょっと待って、やばいやばい、裸がバレる。そうで、これまあコロコロしましたら、待って、なんか体勢が定まらない、どうしよう。で、顔のリンパとかもなるべく
右側で止めるんじゃなくて左側にこうやって流してあげて、こうこうです、グリグリグリ。座っていうか、あの本当はそう、そうするとメイク前とかにやるとめちゃくちゃ顔がねシュッってなりますよ。だから僕あんまりねファンの方とかに綺麗な指になります。ねえねえちょっと待って、ダウさんお風呂を溜めてたの忘れてた。そろそろ
か45分ぐらいにお家出れば間に合うなと思って、でなんかもうアラームの音さえも聞こえなくて、今日でも今まで僕ってアラームで絶対起きるか、アラームの鳴る前に起きて、アラームを事前に先に止めるっていうのが、な人間なんですよ。だって寝てる間にも人間って汗をかくわけですよ。それでさ、洗わないでそのまま一日さ、過ごすってさ、絶対僕的には苦
販売したんですよ。で、だからなんだっけな、そう、結構僕10時くらいまで WeGo でイベントしてたんですよ。そう、だから昨日のショールーム行けなかったんです。みんながショールーム頑張ってる間ね、そう、僕はちょっとイベントをずっとしてて、写真集のイベントを。なのでね、来た。タラタツタタ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 
ASMR 結果終わらない。ねって、またねー おやすみなさーい。はい、本当に終わるね。またねー。